引き続き、まあ、深夜町ロゼソードをちょっと追ってきます。で、えー、僕が彼女に、えー、こう DM しました、えー。弁護士相談に行ってどう対応していくかは、えー、動画で言った方が良い見方が増えるから、まあ、これこれこういうことになっていて、まあ、自分はこうしていく、こうしていきたいみたいなことを、まあ、言った方がいいのかなって思うよね。普通はこういうのも水面下でしかやんないし、あの、公で言わないけど、まあ、向こうが向こうなんで、まあ、ああやって言っちゃってるから、 別に彼女の方も、まあ、言う分には別にいいのかなって思うよね。普通は言わないけどね。でも、向こうが、まあ,あの、とてもね、その配信者志向な方なんで。で、そしたら、彼女の方から、えー、こう書いてきました。次弾には応じられないってことさっき電話来た。で、俺の方がね、次弾の,の内容がまだ明確じゃなくないか、えー、配信でポロッと50万で検討しただけでしょう。まあ、深夜中がって言ったら、まあ、彼女は、うん。 で、で、ロゼの方が、えー、ごめん、今ちょっと首つんので忙しい。あさって11時に行く感じ。多分死ねないから行く。もう自殺を考えてるんだよね。で、検察から、あの、呼び出しが来たってことで。で、もう結構精神的に参っていて、もう、首をつんので忙しいって、まあ、ちょっとこんなね、あの、言葉を初めて聞いたんだけど、まあ、本当にね、なんか、結構やられてる、来てるってことだよね。でもまあ、 検察に行くとか、まあこういうごちゃごちゃがすごい嫌なんでしょう。追い詰められていて、検察とか、あの警察とか、うう事件とか苦手なんだよね、女子だから。まあこの人ってなんかファンタジーとかメルヘンの世界の子だから、まあ、なお苦手で、まあご電話とかもストレスでプレッシャーだし、ねえ、あさって行ってなんか知らんおじさんにいろいろさ、ああでも、ああだこうだってさ、あの詰められるわけ,わけじゃん、この件に関して。まあそういうの辛いから、死んじゃいたいなって感じなんでしょう。でもまあ さすがに死ねはしないってことで、死ぬ用意とか準備ぐらいだったらまあ今してるよってことなんですよね。ちょっと僕もちょっとわかんなかったんですけど、あの検察に行ってからも示談ってできるらしいね。えてっきりね、示談っていうのはその警察でしかできなくて、それが不可能だから検察に行って、じゃあ起訴か不起訴か、まあ、刑罰か、まあ、それで罰金ってなっても当然被害者が加害者に払うんではなくて、あの国に払うんだよね。なんかごめんなさいっていう罰金ね。で、あの、 と思ってたんだけど、ちゃんと調べたら、その検察に行ってからも、その加害者が被害者に示談ってできるらしくて、お金払うこともできるらしいね。で、そうすることによって、不起訴、起訴の、えー、書類送検を取り下げることはできないんだけど、その不起訴にできる確率がグンって上がるらしいね。まあ、その心象が良くなるってことだよね。で、リナッチさんが言うには、まあ、深夜長は多分、えー、ロゼちゃんから LINE や DM の返信がなく、モやモやしてるのかもしれない。事件が検察に行ってる。 状況で弁護士通さずに一といいうかかでででききるるんすやしょ弁護士は別にさあの弁護士弁護士って俺言ってるけどさ弁護士になんか依頼するほどのことじゃないんだよただ相談するだけでいいんだよこの件は無料相談でアドバイスをもらうで、えー、具体的な日時は分かんないけど深夜ちゃんのことだからローゼちゃんから返信来る限りなんだかんだ LINE なり DM なり送っていたと思う 弁護士通さずに和解できんだら私はその方がいいいと思います新には、えー、誰からいくらもらえた誰に財、えー、状をつけたみたいな自慢話はこれ以上してほしくないですもう本当にクリーンを望んでるんだよねリナッツさんっていうのは結構あれだね正義感が強い方かなって思いますねで俺もねこれ賛成なんだよねだから、まあ、50万っていうのは、まあ、あの払いって親友さんがその ロゼにお金の,その請求要求とかしてないと思うんだよね本人にはだってあの請求してないって信者さん言い切ってるじゃないですかそれでねこの、えー、LINE とか DM で請求していたらそれをロゼの方がさあの公にしちゃったら信者さんもう何も言えないじゃんでも言ってないっていうぐらいだからこのきっちり証拠が残る形であのお金の請求を本人にし,してるってことはないと思いますでもその もうこうなった以上さあのロゼができることって言ったらあの今更新夜帳さんの,あの要望通りそり楽しくさあのね和気きあいあいとお酒を飲む配信をするってことはもう不可能なわけじゃんまあギブできるとしたらそのお金しかないわけでで俺もだからこのリナッチさんの言う通り弁護士を通さずにもうロゼの方はそのあの、まあ、私は確かにあの 間違ったことをしてしまいました。つって、まあ、そういうモードだと思うんだよね。あの、検察、警察の中でも反省してます。すいませんでした。で、それで、まあ、あの、死にやってたのが許さずに、あの、最後まで行って、まあ、不起訴だったら別にさ、お金も払う必要なく、なんか反省してると、不起訴で終わるわけじゃん。でも、もしかしたらだけど、まあ、最悪のことを考えて前科がつく可能性もあるから、とか、あと、まあ、ロゼの、その、まあ、信用のために、 あのやっっぱ感じよよく映た方がいいと思うんだよね女性だし、まあ、これから配信者としてでかくなるわけだしあのフリーランスでいろんな事業もやってるからだからリナッチの言う通おり、まあ、5万とか、まあ、5万だよね、まあ、俺が勝手に思ってるだけだけどねもしかしたら5万だと新ンちッさんは少ないと思うかもしれないけど俺は5万で妥当か、まあ、ちょっと多いかなって思うんだよねだから私にできるその償い 罪滅ぼしは、まあ、新八町さんに、あの、五万円ぐらいだったら払いますって。ロセの方が、そう、意思表示をしてで、で、間に入るさ、検察とかが。あの、向こうは5万払うって言ってるよって、これ示談するかいってさ、新八さんが。うん、まあ、五万で、まあ、これ許すよってなれば、いいよね。そうすれば、もう不起訴、百パーじゃんって、俺、思うんですよ。今思うと、その、ラムエロとまのの、まあ、新八町の、あの、件も。ラムエロは被害届出すとか、警察に行ってね、なんか、新八町。 詰めていくみたいなことを言っていて、で、間にネットの王子が入っていて、まあ、あの件、結局、あの、何もしてないと思うんだよね。警察に被害届けとか。で、おそらくだけど、今思うと、ネットの王子も、そのラウメロが、別に警察に行ってどうこう手続きはしないっていうのを、分かってて知ってたのかなって思うんだよね。だからま、あ、深夜中に対してもっとなんか、どしっとしてろとか、お前何その、いろいろ言い返したりとか、なんか、 型に力入れて、お前それビビってるだけだろうとか、ネットのうち言ったじゃないですか。で、ネットのうちは全部分かってたのかなと思うんだよね。で、ラムメロは、当然さ、まあ、ロゼと一緒に女性だから、警察に行ってさ、こういう手続きとか、なんか、やり取りっていうのをさ、やっぱ女性は嫌で嫌うんだよね、こういうのをね。本当にさ、あの、許せないってなったらさ、まあ、弁護士依頼して、もう全部任せるとかでさ、こういう、 警察に何回も足運んでさ、猫り箱にね、自分のこともいろいろ問われるわけじゃんとか嫌なんだよね。やっぱ、なんか女だからさ、毎日ファッションだの美容だのっつってさ、ルンルン気分で痛いわけよ。で、ここにね、自分からその、深夜町に対して被害届けとか言ってもさ、じゃあ向こうは、 こう言ってますから、また署に来てくださいとか、何回も足運ぶわけじゃん。そうやって多分めちゃくちゃストレスだと思うんだよね。これ、男と女の違いだと思うんだよね。ま、死ぬ人の恋の好きじゃん。も俺も好きなんだけど、女性は絶対嫌いだと思うんだよね。なんか日常生活を返されるって感じで。で、要はラムウェラは結局さ、あの、ヤッチャさんに対して、まあ、そごい不快だったから、なんか釘は刺したかったんだけど、別にとどめは刺さない。刺すつもりはないっていことだと思うんだよね。とどめを刺すふりをして、釘を刺したかったってことで、で、もうヤッチャさんの場合は、あの、ロゼに対して、 釘も,釘も刺して、とどめまで刺しに行ってるわけじゃないですか。別にこれ、悪いとか言わないけど、別にやっちょさんのまあ自由だから、ただこのね、あの、なんか世の中の声つがさ、ネット上の声を聞くと、ちょっとね、真ヤッチョさんが、まあ、厳しいっていうかさ、まあ、冷血、冷酷って映るよね。そんな中で、そのやっちょさんを、ん僕も昨日知ったのかな、あの松野ちっけさんとなんか和解したってなんかツイッターで見たんですよね。 とか、あと、あさみさんで人とも和解したっつって、その和解ムーブが来てるから、まあ、やっちょさんもやっちょさんで、この、今回さ、あの、番になって、で、その後とか、まあその前後かな、その自分がライブだった後の打ち上げとかも、その、かのちゃんともう一人男の子とかし、来なくて、ほんとは絶縁組全4だっつってさ、なんか、 もうちょっとさ、あの、ガチャガチャやりたかったんだと思うんだよね。賑わいたかった。まあ、くも悪くもね。まあ、それが配信者志向の彼じゃないですか。でも、結局、誰も来ず、みんな背を向けてしまった。で、あの、路上ライブやるって言ってやってもさ、まあ、思ってる以上に人が集まってないとか、まあ、そういう、だから、その、やっとさんとしたら、その、なんか、スカスカ感が一番しんどくて苦しいと思うんだよね。ってな,なるとさ、やっぱ、昔は、その、まあ、あの、ちっけとか、カレンとか、こうやって、 俺の方にさなんか言い寄ってくれてさいろいろ応援してくれたのに今なんかみんな離れちゃってなんか人が離れていくだけでなんかスカスカ感出ちゃったなとか結局彼女しか隣にいねえなとかでもこれじゃあそんな配信も盛り上がんないしなとか思っていると思うんだよねってなるとじゃあやっぱり人間だからさあの仲直りしようとかさあの頃に戻りたいなと思って、まあ、そういう気持ちも手伝ってちっけあさみさんとか。 和解したと思うんだよね。ってなっと、この、で、その和解することによってもさ、その、絶対和解し,してさ、まあ、その、あさみさんなんか、まあ、全然知らないけど、一緒に配信してくれてさ、まあ、楽しくて、まあ、ポジティブだと思うんだよね。で、絶縁し,してる時よりも、こうやって和解した方が、なんか、気持ちいいじゃないか、感じてると思うんだよね。それが、まずの実験。 さあ、相手もそうだと思うし。ってなると、この、ロゼに対しても、こうやってロゼをさ、まあ、結果的にこうやって攻めちゃってるわけじゃん。で、本人は自殺するとか言ってるわけじゃん。ってなってさ、いや、新野町、お前やりすぎだろうとか、まあ、こんな新野町さんだから、その、ミュウツーさんとかも、人にひどいことしてる新野町だから、俺だってお前にひどいことするよっていうスタンスでさ、脱税のさ、件で通報とかしてるわけじゃん。だから、人を攻撃している新野町だから、あの、 俺も邪神やチョウを攻撃するよって思考になるわけじゃん。あの、いじめてたやつっていじめられるわけじゃん。その学生時代とかもそうだかもしんないけど。だから、まあ、やっとさんはああいうノリできちゃったから、まあ、暗示をゼロとかさ、あの、できないかもしんないけど、まあ、ちょっとでもその、減らした方がいいじゃんって思うんだよね。ってなると、あの、このロゼに対しても、もうちょっと優しい対応をすれば、その、まあ、間接的に、その、 通報活動、あの、税金の通報活動とかも、もしかしたら、まあ、軽減はできるかもしれないし、その方がなんか、あ安心安定でさ、ね、なんか、ネガティブな思いはしなくて済むわけじゃん、まあ、ゼロにはならんないと思うけどね。ってことですね、まあ、僕から言えることは。じゃあどうもありがとうございました。